が冠中を得たきっかけ、帝軍山の戦いについて聞かせてもらおう。あの戦では婦人が勝敗を分けました。定石通りならば高所に陣取るのですが、布陣を変えれば別の戦い方があるか。まさにここで論じるにふさわしい戦だな。その通りです。あなたならばどこに陣を敷きますか。一緒に陣取りゃこっちのもんや。諸君の奴らを追っ払う。一斉に放て。本陣高所が早急に高台の拠点を制圧しましょう。やはりこの地を狙っているか。渡してたまるか。敵将は僕が討ち取りました。
本陣への攻撃は収まったようです。この調子でもう一方の拠点も抑えましょう。戦の鏡、聖域でも守り抜いてみせる。敵将は僕が討ち取りました。高台の拠点を全て制圧しました。これで義軍の勢いも弱まるでしょう。さて敵総大将はどう動くか。あちゃー、高台を奪われちまったか。あそこからじゃこっちの陣が丸見えだぜ。すぐに取り戻さねえと。取り返されたのは面倒なことになります。この拠点を
せる。
これも一つの答えと言えるでしょう。私も興味深く見せてもらった。位置取りがこれほど勝敗に影響するとは。改めて戦の奥深さと怖さを思い知ったぞ。可否の戦いを覚えている。父曹操が呂布を破った戦だ。鬼神呂布の部、そして敵の牢城。いやはや難しい戦況をよく覆したものだな。水攻めの策、あれがならねば勝利はなかったであろう。果たしてお前に父と同じことができるか。あの獣の息の根を止めてくれん。複数の敵拠点内に水門を発見しました。ほう、使えそうだな。水門を破壊せよ。川を氾濫させるのだ。やはり水門を狙ってきたか。敵将は僕が討ち取りました。へいへいへい。はっ、
ぞ。
ついに追い詰めたぞ。今日こそあの獣の息の根を止めてくれん。複数の敵拠点内に水門を発見しました。ほう、使えそうだな。えい、水門を破壊せよ。歯を反乱させるのだ。やはり水門を狙ってきたか。へい、はっ、へっ、へっ、敵将は僕が討ち取りました。へい、へっ、へっ、はっ、へっ、へっ、雑魚どもを蹴散らしてくれ。夜も出てきおったか。全国戦進め。ほう、俺の前に立つ。
未熟な真似をしよって。新緑の前の前では無力よな。あるのだろうか。城にお戻りください。手はすでに打ってあります。わかった、お前の策に乗ってやる。両夫よ、
この炎術が手を貸してやろう。行け、曹操の本陣を攻撃せよ。俺の援護に来たのか。余計なことだ。俺は負けはせん。あの炎術が呂布を攻撃した。もう邪魔者は一人もいない。敵将は僕が討ち取りました。大事だってね。リクソン、繁盛について教えてくれ。君はあの戦で軍神関羽を破ったそうだな。いえ、私一人の力では勝てませんでした。義の助力や五の将の奮闘があってこそです。百聞は一見にしかずと言います。かの戦を再現し、周瑜殿にお伝えしましょう。いかにして関羽を討ったかを、そして五の悲願である慶州を手に入れたかを。繁盛の戦の再現、あなたも手伝っていただけますか。
慶州に居座る関羽は義語共通の大敵。奴が繁盛に気を取られている隙に背後をつく。孫権、そこから負けとは通じておった。攻撃を避けるべく万全の繁盛を奪うが最善。本来の救援を要請する。のろし台の準備をせよ。敵将、私が討ち取りました。腕に覚えがあるんだ。どうせここで負けるわけにはいかん。私が討ち取りました。カムフが押し寄せてくる。このままでは繁盛を守りきれん。押されています。援軍が欲しいところですが。整った。のろしをあげよ。あののろしは諸君の本国に我らの動きが知られてしまったか。敵が我が命運もこれまでか。聖武士ですか。カウンダモ救援に参りましたぞ。聖火だらけですよ。敵将、私が討ち取りました。人たりとも通してはならぬ。斬り
だらけですよ。カンは落書きの罠を仕掛けていたようですね。罠を操る拠点を制圧すれば。敵将、私が討ち取りました。にゃはっ、にゃ、もはやここまでか。ばかりは。よろしく、失礼いたしました。仕方ありません。ここから巻き返しましょう。にゃっ、にゃっ、にゃっ、はっ、はっ、にゃっ、はっ、にゃっ、にゃっ、にゃっ、敵将、私が討ち取りました。僕が打ち取りました。
除した。今だ、一気に敵陣へなだれ込め。へいへい、兄者、間に合ったようだな。へい、俺様が来てからにはもう安心だぜ。よく来てくれた。拙者と共にこの者らを退けようぜ。超運は放置できません。早めに手を打ちましょう。が義の刃、決してお主におられはせんぞ。本陣が危ない。敵将は僕が討ち取りました。奪回の悲願、ついに達成した。ご助力ありがとうございます。あなたのおかげで再び勝利できました。敵の備えや増援を見事に打ち砕いたな。鮮やかな戦だったぞ、リクソン。周遊殿にお褒めいただけるとは光栄です。